常に取りにくいあのコースでしたけど、キーパー、左手片手でよく抑えましたね。さあ今度は逆に栃木 FC チャンス、大黒に渡る、ボレーシュート、決まった、同点ゴール、キムヒョン同点ゴール、ドンピシャリですね。そうでしたね。いや浜下からのゴール、大黒のいいスルーだったですかね。さあリプレー、そうですね、スルーですね。多分後ろから声聞こえてたんでしょうね、そこに釣られました。この両センターバック、キムヒョンがフリーになっていました。スウェーデン金沢またも先制して同点に追いつかれます。金沢はやはりこの